泉市のの農場でで昨日がが複数死んでいるのが見つかりました遺伝子検査で病原性が高い H5 ガ型の鳥インフルエンザウイルスが確認されたことから県は未明からこの農場で飼育されている3万8500羽の殺処分を始めました秋田に次いで今シーズン国内2例目の農場での発生です,す10キロ圏内には 119の農場で552万羽が飼育されていて国道や県道では車両の消毒が行われています泉市は国内最大の鶴の越冬地で8日に採取したネグラの水から H5 アガタのウイルスが検出されていました